サッカー北朝鮮代表さん。ミャンマーをフルボッコにする。サッカーの26年ワールドカップ北中米大会アジア2次予選は21日、各地で第2戦が行われ、日本代表と同じ B 組の北朝鮮代表世界ランク115位が、敵地でミャンマー代表同158位に、6対1で快勝、同予選初勝利を挙げ、1勝1敗の勝ち点3とした、次戦第3戦と第4戦は3月に、日本代表との連戦が待ち受けている。元ユベントスは伊達じゃない。北朝鮮がミャンマー相手に、日本より多い6点も取ったのかよ。日本語でミャンマー、北朝鮮6-1ミャンマー。つまり、わかるよな。ミャンマーにホームで5点止まりてやばいよね。シリアは北朝鮮に勝ったからこれより上。攻撃力は日本よか上。北朝鮮でやったらわからんわな。シリアに来たって一番嫌なグループ入ったよ。怪我とかさせても知らんぷりだろうし。シリアも北朝鮮も弱くないし、地味にまあまあきついグループだよな。一昔前の日本代表だったら、敗退してたかもしれん。ミャンマーが攻めた結果、1得点、6失点した、日本戦みたいにドン引き、そして攻めなかったら失点は防げたはず。日本戦と違って、ミャンマーも前に出るから隙ができるわな。勝敗よりも、別のことの方が気になる、ミャンマーに負傷者は出なかったか？カードはどれくらい出たのか？お互いファール13、イエロー2枚だよ。思ったよりラフプレイなかったのかな？対ミャンマーに対してのプレイと、対日本に対してのプレイは変わってくるよ。ミャンマーでも、北朝鮮相手なら、シュート7本、1点取れる。